して休んだの？あ、体調が良くなくて。そう。じゃあ水でも浴びたらすっきりするんじゃない？勉強しすぎだよ。なんか臭くない？髪が臭いんじゃん。つうかちゃんと洗ってんの？そこまで言ったらかわいそう。洗ってあげれば。塩崎マリアが私たちに与える不快感への正当防衛だ。死ぬくらいの勇気があるんだったら歯向かっていけばいいのに、そう思っていた。まだっしょ。机にも書いちゃう。てかネタ尽きないよ。教科書足りないとこ書いておいてあげたから。やだ、なんて顔してんの。あんたの欠点書いておいてあげたんだよ。親切でしょ。あなたたち何やってるの。もうチャイム鳴りましたよ。早く席に着きなさい。はーい。すいません。入って。今日からこのクラスでみんなと一緒に勉強することになった新谷さんです。自己紹介して。はい、はじめまして、新谷真希です。自分で言うのもなんだけど明るい性格だと思うんで、すぐみんなと仲良くなれると思ってます。よろしくね。じゃあ耳を先行ってて、私たち急いで買ってきちゃうからさ、ね。
いいの？うん、ありがとう。はい、行こう行こう。話しかけないで。無視するの。無視。なんで？なんでって。ムカつかない？調子に乗ってるし。この辺で少し分からせてやった方がいいと思わない？マリアはどうするの？今はマキの方がムカつくから。分かった。マリアの時は乗り気だったくせに。ミオ、ちょっとあれやりすぎじゃない？どこがよ。ミオ、ちょっと。え？何？いいから降りてきなさい。はーい。ったくなんだよ。男で一つで育ててしまったせいで、どうにも行儀の方が。元気でいいじゃないですか。いや。会社の松下桃香さんだ。こんばんは。近くまで一緒に来たから。噂の美桜ちゃんに会いに来たの。うちはいわゆる父子家庭というやつで、母は写真でしか知らない。
き？ねえ、あやどうしたの？画鋲置いたの。あたしやられたらやり返す、そういう性格なの。あたしこんなことしていいと思ってんの？こんなこと、あんたに比べたら可愛いもんじゃん。ねえ塩崎さん、あれはひどかったよね。うん、マリアかわいそうだった。よくあんなことできたよね。見てらんなかった。マキ大丈夫？ひどいよミオ。ちゃんと元に戻しな。みんな大丈夫？私のスタッフとマッキー手伝うよ。ありがとう。演技に決まってんじゃん。臭すぎ、バレバレなんだよ。笹岡さん、ちょっといい？どう考えても不利だけど、ここで負けるわけにはいかない。後でどうなるか恐ろしいほど知っているから。いつまで私にそんな口聞いてるつもり？やだな、決闘じゃないんだからさ、そんな向きにならないで。何よその目は。あんたに味方いないんだから変に歯向かわない方がいいんじゃない？ごめん、まさか運動神経の意味がこんなにみっともなくこけると思わなかったの。じゃあこれはどうかな。ちゃんと受けてよね。ちゃんと受けてくんなきゃ。何すんだよ。しろよ。抵抗すんなよ。すんなよ。いいよ。これはゲームだよ。笹岡さんがちゃんと受けられるかどうか。ほらみんなも。ミオちゃんと受けてよ。で顔はダメだよ、ちゃうからさ。ほんと避けてみろよ。避けろって。いいよ。はいストップ。このゲームはここまで。じゃあ次は精神的にダメージを与えるぞゲーム。ねえみんな、今まで笹岡さんに対して思ってたこと言ってあげて。うちらをいいように利用しやがって。実行中ミオのご機嫌取るのはもう嫌なんだよ。おめえの言うことなんか誰も聞かねえよ。うちらが好きでミオのそばにいるとでも思った？瑞希、瑞希は違うでしょ。私たちは幼馴染だ。私が今まで
どんな気持ちで過ごしてきたか分かる？想像もつかないでしょうね。屈辱よ。自分の感情を抑えてまであんたに従わなきゃならなかったんだからね。どう？分かった？行こう。死ぬくらいの勇気があるんだったら歯向かっていけばいいのに、そう思っていた自分がいじめに遭う前は。水浴びすんだったらプールでやってよね。どうしたのミオ、おかしくなった私、笹岡さんをいじめてるって聞いたんだけど本当なの？違います。どう？違います。じゃあどうしてそういう噂が流れてるのかしら。笹岡さん、放課後残って。絶対だよ。本当卑怯だ。最悪だ。チクったでしょ。え？嘘。じゃあなんで先生が知ってんの？今まで私たち怒られてたんだからね。言ってない。どうなの？言ったね。言ってない。いい加減にしてよ。早く言いなさい。私が言いましたって。私がチクってないと分かってもこの後リンチになる。やってないことで責められるのは悔しいけど、嫌なことは早く済ませたかった。私が言いました。やっぱり。待って！言ったのは笹岡さんじゃない！
なこの子、私が言いましたって白状したんだよ。ミオ、あんたが呼んだんでしょ。騙されないよ。違う、笹岡さんは無実です。行くよ瑞希。どういうつもりか知らないけど、余計なことして、今だってあんたが作ったおかげでボコられるとこだったんだから、あんたならどうなるかよく知ってるでしょ。お願いだからほっといて。笹岡ですけど、体調悪いんで今日休ませてください。はい、どうも。はい、わかりました。失礼します。ミオはどう思う？いいんじゃない？ね？大丈夫だと思ってたよ。よかった。どうでも。桃花さんとミオは会うと思ってたんだよ。結婚するのは父だ。私には関係ない。今日は絶対に行かなきゃ。あんまり休むと牧たちに学校へ行きづらい環境を作られる。行ってきます。朝ごはんは？食欲ない。私も聞こえた。嘘、自分が死んだ、気づかずに逃亡しちゃったのかな。あのね、私霊感強いんだけど、さっきからいるの、あそこに見ようが。
物したみたいね。立場になってやっと分かった。いいよ、もう。もっと責めて、私のこと責めてよ。私はマリアにあんな辛い思いさせちゃったのに。できるわけないよ。笹岡さん苦しんでるか分かるから、もし私と同じ苦しみを笹岡さんが味わってるんだったら、ズタズタでしょ。私そんな人に責める言葉なんて一つも思い浮かばない。ありがとう。ミオ、お前最近元気ないな。何かあったのか。パパに隠してることがあるんじゃないのか。なんだその顔。パパだってちゃんとミオのこと見てるんだからな。もしかして桃香さんのことか。行きます。いいよ。いいよ。あれから相変わらずいじめは続いてるけど、私はマリアがいるから耐えていた。
い、じゃあ今日やったことね、復習。はい、細胞分裂、それと染色体、この2つ覚えといてね。はい、終わりたい。課題のレポート出してんやついっかんな。早く持ってこいよ。はい、ありがとうございました。森本、はい、職員室。話があるの。ちょっと来て。ごめんなさい。私、笹岡さんにひどいことしたよね。謝ったって許されることじゃないけど、私すごい反省してるの。やだ、私一人だよ。そうだよね、信じてもらえるわけないよね。私あんなひどいことしたんだもんね。いいよ、もう。いいよ、もう。本当に許してくれるの？私ね、転入するの、ここが初めてじゃないの。ちっちゃい時から親の仕事の関係で学校を転々としてたんだ。実を言うといじめられたこともあるんだ。だからここ来る時もみんなと仲良くできるかすごく不安だった。でも マキがだよ、超ビビった。本当に？私が言うのもなんだけど、マキ性格は屈折してるけど根は悪いやつじゃないかもしんない。そうなんだ。一緒に帰ろ。ごめん、今日はマリアと帰る約束してるから。あんなことがあった後でしょ。早く誤解といて仲良くなりたいの。いいよ、行こ。マリア、校門で待ってるね。ちょっとマキ、どこ行くの？みんなも仲直りしたいって。ちゃんと立ちなよ。自分が今まで何してきたか分かってんの。今マキがミオ連れてくるからね。来た来た。ほらミオが来たよ。ちゃんと立って謝りなよ。
私がいけないんですって。ほら立って。ごめん、私が。聞こえないよ。ミオ、ごめんなさい。今までのいじめは全部私の責任で、みんなは悪くありません。どうか、どうか許してやってください。逃げ出したよこいつ。初めて見たんだ。笹岡さん、もういいよ、用は済んだから。いじめが終わったわけじゃなかった。ターゲットが変わっただけだった。マリア、もう平気？あったの？うん、別に。言えなかった。だって私がマリアに謝ったのとは全然違うから。ごめんなさい。あの謝罪は罪の意識からじゃない、次に瑞希をいじめるための作戦だった。しかも効果的に私を出しに使って、私はマキに騙された。読める？無理だよ。おじいちゃん、かわいいよ。何これ？はい、これみおちゃんにあげる。みずきとおそろいなんだよ。みずきがピンクでみおちゃんが水色なの。みおちゃん水色好きでしょ。ありがとう、みずきちゃん。いい加減、飽きた。返して。いや、なに。もうやめなよ。自分だって潮崎マリアをいじめてたくせに。あ、いつの話してんの。あれはもう本人に許してもらったし、今はうまくいってんだよ。あなたたち何やってるの？笹岡さん、手を離しなさい。ほら席に着きなさい。授業始めますよ。キリン、レイ、親友だったね。私はあんたのこと友達だなんて思ってない。
やめてよ、しらじらしい。最初にそう言ったのはあんたでしょ。とにかくあんたを助けたわけじゃないから、あんまりマキがムカつくからやっただけ。マリア、行こう。一緒に帰らないの？うん、いいのいいの。ただいま。おかえり。おかえりなさい。実は重大ニュースがあるんだ。何？結婚式の日取りが決まったんだ。あっそ。あっそって、ミオ、知りたくないのか？そうか、それ私も出なきゃいけないよ。意識とかいじめとか先生とか人間関係とか、人生はなんでこうもめんどくさいことばかりなんだろう。振り出しに戻った。あった。ミオ、じゃん。マキの教科書。ね、やろやろ。ピンクして。ねえ、アヤ、そんな耳っちいのやめな。マキにそんな小細工じゃ失礼でしょ。他になんかいい手でもあんの？授業終わったらマキのこと嫌いなやつ全部集めて屋上に連れてきて。いい？全部だよ。マキは私が呼び出すから。ほら、教科書返してきな。話があるの。マリア、マリアも来て。ひょえ、ほとんど全員じゃん。よっぽど嫌われてるみたいだね。逃げるなんてあんたらしくないじゃん。そうだよ、遠慮しないで真ん中来なよ。どうしてよ。マーキー、転入生のくせしてよくもうちのクラス引っ掛け回してくれたよね。これからどうなるかわかるでしょ。笹岡さん、笹岡さんが加わったらまた同じことの繰り返しだよ。マリアはそこで見てて。私にはやらなきゃいけないことがあるの。
ざまじゃない。さすがのあんたでもこんな状況になると後悔くらいするのかな。それとも明日からの復讐のことで頭がいっぱい。うるさい。やることあんだったらさっさとやりなさいよ。もったいぶってんじゃねえよ。そう、じゃあ遠慮なく。あんたなんか大っ嫌い。だけど許してあげる。は？なんで？さあ帰ろ帰ろ。ふざけないでよ。ミオが集めろって言うからみんな集めたんだよ。私の立場はどうなんの？そうだよ、うちらどうなんの。わざわざ呼び出しといて無責任じゃない？知るかよ。あんたたち何のためにここに呼び出されたと思ってんの？マキをボコるため？だとしたら違うよ。私が弱いのはあんたたちだもん。私が無責任？だったらあんたたちは何なの？何かあればミオがマキがみんながって、自分の知ることも全部人のせい。あんたたちは何も悪くないの。私ね、マキも嫌いだけどあんたたちも大っ嫌い。自分の行動ぐらい自分で責任取ってよ。私は帰るけど、この後どうするかなんて自分の頭で考えてね。私たちやるよ。どうぞご自由に。自分の番が来るまでそのくだらないいじめのゲームを楽しんだらいいんじゃない。私は抜けるけどね。これでいじめが終わるのか、それとも延々と繰り返されるのかなんて私には分からない。私はもう絶対に加わらない。それが私に唯一できることだから。あ、みずき。あげる。あんたのはボロボロでしょ。みお、ありがとう。帰ろっか。なんかしらけちゃったね。アイス食って帰ろ。いいね、帰ろ。アイス食べない？食べない。じゃあ一緒に行こう。そうだよ、もう超暑いよ。いいね。サッパー系がいい。とりあえずもうすぐ夏休みだ。星が綺麗。
夏休みも終わる頃、父が再婚した。ありがとうございました。いらっしゃいませ。合計で483円になります。いらっしゃいませ。500円お預かりします。17円のお返しです。ありがとうございました。先生、いけないものを見てしまった。パパハネムーン中でしょ。どうよ一人暮らしの気分は。楽でいいよ。まあ今日帰ってくるけどね。え、なんだ、泊まりに行こうと思ってたのに。ちょっと遅かったね。大変だね、この年で新しいお母さんなんて。同情するよ、ミオ。ミオ、ありがとう、マキ。ほら、席着け。ほら、席着け、ほら、いいから。どこ座ってんだ、ほら。加藤先生はお休みだ。なんでって、先生だって人間なんだよ。風邪で休むことぐらいあるだろう。お前だっていくだろ。はいはい、というわけでね、1時間目の英語は自習です。課題のプリントをやるように。なんでじゃない、ほらいいからこれ後ろ配れ。はい、成績に入るので真面目にやるようにということだ。いや、じゃあ頼んだぞ。手分けする。みずきは1から5の3の問題。じゃあやは6、7。 OK。 マキ、あんたは8だよ。私もいいの？そうだよ、早く来て。マリア、マリアは9なんだけど。え、私が10か。一つだけ教えてよ。ただいま。おかえり。おかえりなさい。よかったぞフィジー。ミオちゃんがいなくて残念だったわ。来ればよかったのに。でも
やっぱり我が家が一番だな。ちょっとごめんね。これ私から美穂ちゃんにお土産。はい。洋服だよ。ほら着てみろ着てみろ。似合うと思うわ。着てみて。かわいい。やっぱりあのブルーでよかったね。ねえ、ほんとね。悩んだけどこっちにしてよかったわ。桃香さんが選んだんだぞ。やっぱり桃香さんすごいね。いや、またそんなことないわよ。でも美穂ちゃん似合うわ、ほんとに。もう一枚買ってくればよかったかしら。そうかな。なんか大人っぽく見えるね。うん、すごく大人びて見える。ここも良かったね。あなた転んだのよね。そうだっけ。そうよ、本当におっちょこちょいなんだからもう。太ってたよね。なんでそういうことばっかり言うのよ。大きな人ばっかりだったじゃない。もうすぐ朝ごはんできるから先に着替えちゃったら。はい。みおちゃん、これ口に合うかどうかわからないけど作ったから持ってって。あ、嫌ならいいのよ。いつも何か買って食べてるんでしょ。今の子はお弁当なんか持ってかないわよね。ごちそうさま。行ってきます。行ってらっしゃい。休んで迷惑かけましたね。皆さんの課題を見せてもらいましたが、大変なことに気づきました。この中に課題を丸写しした人がいます。そんなの知らないよね。何がおかしいんですか。笹岡さん、何をにやついてるの。よく平然としてられるわね。あなた塩崎さんの課題丸写ししたでしょ。は、塩崎さんと一緒に勉強してただけです。一緒に勉強。ふざけないでよ。あなたと塩崎さんの間に何があったか知らないとでも思ってるの。今回のことといい、一体どういうこと。答えなさい。何なのその目は。確かに以前マリアをいじめてた時もありました。でも今はやってない。どうかしら。やってません。じゃあ先生はいじめがあったことを知ってて何もしなかったってことを認めるわけですね。そう、開き直る気ね。あなたの素行には前々から気になることがあったけど、これだから片親の子は。先生に人の素行をとやかく言う資格があるんですか。コンビニで万引きしてたくせに。その後のことはよく覚えていない。気がついた時には教室を飛び出していた。そして私の一言から
先生の万引きの噂はあっという間に学校中に広がり、不覚にも私はキレる生徒として問題児のレッテルを貼られてしまった。私は笹岡の課題の不正を注意しただけです。逆恨みもいいところですよ。いや、桃花さんの肉じゃがうまいな、うん、桃花さんは料理の天才だな。それは言い過ぎよ。なみよ、みよもそう思うだろ。そういえばみよちゃん、今日のお弁当どうだった？ごめん、食べてないや。そう、桃花さんは私が早退したことを父に言わなかった。いただきます。ああ、それお昼代。え？無理して私のお弁当を食べるよりお友達と何か買って食べた方がいいでしょ。ほら加藤最悪。私もう絶対あの先生の言うこと聞かない、うん、先生どの面下げて入ってくる気だろうね。見物だね。ね、何やってるの、早く席に着きなさい。早く席に着きなさい。笹岡さん、昨日は悪かったわね。あのあとみんなの課題も採点してみたの。そしたらあなたと塩崎さんだけが同じ答えだったわけじゃなかった。みんなでうつじっこしたでしょ。そういうことならこの課題は次の成績には入れられません。何かテストなり他に考えます。笹岡さん、ごめんなさいね。あなたばっかり責めてしまって。先生の勘違いだった。いいんです、気にしてませんから。それじゃ出席を取ります。相川翔子さん。はい。相田光子さん。朝倉彩さん。でもさ、よかったよね。うん？何が？加藤と和解してさ。和解？そうだよ、加藤が辞めさせられない限り卒業するまでずっと気まずい思いしなきゃならなかったんだからね。成績下げられたら嫌だしさ。なんだかんだ言って生徒の目握ってんのは教師だからね。そうだね。あ、すいません。はい、これください。はい、630円です。心配しちゃった。笹岡さん、先生に逆恨みされて辛い思いするんじゃないかって。そうかな、あんなんで終わるわけないじゃん。桃花さん。あ、どうしたの？あのこの前は本当に
ただいま。あ、帰ってきた。お帰りなさい。疲れたでしょう。今日暑かった。ご苦労様。あ、カバン。せっかくだよ。あ、じゃあ先にお風呂にする。あ、ねえ聞いた？加藤校長に呼び出されたらしい。マジで？例の万引きで？多分。いよいよクビかな。新聞に載るんじゃない？万引き教師生徒に目撃されるって。は？万引きくらいで乗るわけないじゃん。笹岡さん、噂をすれば。何の用だろう。笹岡さん、ちょっといいかしら。あ、今ですか？気をつけな。笹岡さん、お父さん再婚なさったんですって？え？はい。どう？お母さんとはうまくいってるの？いえ、あんまり。そうなの？でも、だからもう片親じゃありませんから。そうね。要件は何ですか？実はね、先生、今とても困ってるの。ほら、万引きしたとかって噂が流れてるじゃない？そのせいで先生の立場がすごく危うくなってるのよ。でも誤解しないでね。別に先生あなたを責めてるわけじゃないのよ。だってひどいこと言ったのは先生だもんね。課題を丸写ししただなんて、そりゃ切れるのも無理ないよ。切れたのはそこじゃない。でね、先生、あなたにお願いがあるの。あなたに証言してほしいのよ。切れた勢いでデタラメを言いましたって。そうじゃないと先生学校辞めさせられちゃうの。ちょっと何言ってるんですか。嫌です。私、それじゃあ私が嘘ついたみたいじゃないですか。証拠でもあるの？え？だって私見ました。だから証拠は？あなた以前いじめとかしてたわよね。それに昨日は授業中に教室を飛び出した。職員会議でも問題になってるのよ。そんなあなたと真面目に働いてる私とどっちが信用されるかしらね。最低。あんた、あんたみたいなクズに教師やる資格なんかない。絶対撤回してやんない。あんたなんかクビになればいいんだ。万引きが嘘でも本当でも絶対クビに喜んでやる。笹岡美代、至急校長室まで来なさい。笹岡さん、抜けていいよ。
すいません。はい、笹岡さんの代わり誰か入って。ほら続けるよ、フリースローから。入りなさい。失礼します。君は加藤先生についての悪い噂を流して先生を辞職に追い込もうとしてるらしいね。そんなことしてません。先生が万引きしたのは事実です。じゃあこれはどういうことだ。問題はこっからだ。最低、あんた、あんたみたいなクズに教師やる資格なんかない。絶対撤回してやんない。あんたなんかクビ。先生の喋ったところがない。絶対クビに運んでやる。編集されてる。どういうことか聞かせてもらおうか。今まで生きてきて、いろんな嫌なことがあった。いじめる側も、いじめられる側も経験してきた。でもなんでだろう。そんな経験がちっぽけに思えるくらい、今私は、得体の知れない何かに巻き込まれつつある。そんな気がした。全てそれは心ない生徒によるデマです。今その生徒には厳重に注意をし反省をしてもらってます。今後自分の言動には責任を持ち、そのような行為がないようお願いします。万引きしたとこ見たんだよね。何、私を疑ってんの。違うよ、誰も笹岡さんが嘘ついてるなんて思ってない。ただみんな本当のことが知りたいだけ。笹岡さんのこと心配してるんだよ。私は先生が万引きしたところを見た。それから生徒指導室に呼び出されて、加藤の罠にかかって校長に突き出されて、トイレ掃除で反省でか。大体想像つくよ。でこれからどうすんの。仕返しなら私たちあんたに従うけど。ちょっと待ってよ、
あいつに反抗したって私みたいにトイレ掃除させられるのがオチだよ。大丈夫、卒業までおとなしくしてればいいんだから。なんか美桜らしくない。見損なったぜ。だってしょうがないじゃん。これ以上なんかしたら卒業できないよ。そうだね。それ以来加藤先生に絡まれることはなくなった。でもおとなしく先生に屈した私にみんながっかりしたのは明らかだった。マリアを除いては。私はもう加藤先生とのいさかいは終わった、そう思っていた。だけどみんな席について。ついてます。ごめんなさいね、飛び出しちゃって。実は昼休みに大変なことが起こったの。期末テストの問題のフロッピーを机の上に置いて席を外したらそれがなくなってしまったの。誰か心当たりないかしら。笹岡さん、どうかしましたか？あなた顔色良くないけど体調でも悪いの？笹岡さん、今何か隠したわね。先生に見せてもらえるかしら。笹岡さん、どうしたの？見せられないようなものなの？ね、出しなさい。ほら出しなさい、出しなさい。バカバカしんで帰ります。新谷さん、ちょっと待ちなさい。授業はまだ終わってませんよ。新谷さん、私も松野さんまで生徒指導室に来てもらいますよ。いいっすよ。瀬川さん、瀬川さん、待ちなさい。みんな席についてね。戻ってきて早く。待ちなさい、席に着いて。で、みんな戻って。塩崎さん、塩崎さん、私は何を怖がっていたんだろう。笹岡さん、今あなたが出てったら今度は卒業させませんよ。先生、これで最後にしてもらえませんか？あー、スカッとした。見た？加藤のあの悔しそうな顔。うちらがいつまでもおとなしく言うこと聞いてると思ったら大間違いだっつーの。ミオ、よかったね。
か余っちゃったね。あどうする、みんなでマック選挙するか。おーいいねー、ありがとうおごりで。に呼び出されて先生から話を聞いてきた。信じるの？パパは私から何も聞かないで他人の言うことを信じるんだ。聞こうにも何も話さないじゃないか。パパは今まで私が学校でどんな風に過ごしてるかなんて関心持ったことあった？私がいじめにあって辛い時も桃香さん桃香さんって自分のことばっかり。それなのに先生が何か言ってきたら突然怒り出して、興味ないなら興味ないでほっといてよ。中途半端に首突っ込んでこられるのが一番ムカつくんだよ。ミオ、いじめ？またあることないこと吹き込んだんだよ。もう見によって桃香さんお母さん呼び出すなんてさ。ああそれでか、昨日ミオパパからテル来たよ。うちも来た。ゆうべ帰らなかったの？うん、マリアンち泊めてもらった。それじゃ出席を取ります。相川さん、相川さん、帰れ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 。静かにしなさい。先生は学校へ来なくなった。体調不良という理由で。それから1週間経った頃、先週から体調を崩されて休養なさっていた加藤先生ですが、今日は久しぶりに顔を出してくれました。その加藤先生から皆さんに大事なお話があるそうです。いよいよ辞職か。ねえミオ、あんたの勝利だよ。
やめろやめろやめろ君やめろやめろやめろ静かに。お母さん、本当にこれでいいのかな。いいんだよこれで、自業自得じゃん。私のこといじめてた時もそう思ってなかった？みんなが笹岡さんのこといじめてた時は？やめてよ、それでこれとは全然違うじゃん。向こうは大人なんだし。全然近くなんかないよ。見てないふりして逃げないで。別に逃げてなんか。じゃあ、あそこにいるのが笹岡さんだったら。見た通りだよ。謝ればいいんだろ、謝れば。それで気が済むんだろ。私にじゃなくてお店にね。私は先生の万引きなんて最初から気にしてないよ。え？それから先生はコンビニへ向かい、万引きしたことを正直に打ち明け、代金を支払い、もう二度としないことを誓って、お店の人に許してもらった。てたの？そんなんじゃないよ。いや、先生が店の人に怒られてたら一緒に謝ってあげようと思ってさ。大丈夫、よかったね。結局気にしてたの私だけだったんだ。んだよ、今度ご両親にも謝りに行くね。え？あ、いい、めんどくさいの、いやね、親には私から言っとくから。そう、笹岡さん、悪かった、ごめんなさい。
笹岡です。あ、パパ、私。ミオ、今どこにいるんだ？今ね、外。今日はどうするんだ？また友達のところに泊めてもらうのか？どうしよっかな。ミオ、いい加減帰ってこないか。桃香さんも心配してるんだ。じゃあ帰ってあげよっかな。帰ってこい、それがいい。ねえパパ。ん？帰ったら学校であったこと全部話すね。いろんなことがいっぱいあったんだよ。そうか、待ってるからな。うん、早く帰ってこいよ。